レスリング男子フリースタイル74キロ級の決勝が始まります。まず最初の試合に日本の小畑邦彦が登場します。相手はインドのスジート・マーンです。小畑は74キロ級予選リーグの第1組に入りました。インドのマーン、そしてキューバのフンドラ、この3人1組の予選リーグ1位で勝ち上がると決勝トーナメントに進出することができます。さあ小畑の今日の初戦になります。高田雄一さん、はい、まず初戦の立ち上がり、大事な初戦の立ち上がりですね。そうですね、はい、このインドの選手、69キロでずっとやってたんですけども、はい、アテネは1階級上げて出てきまいりましたね、さあ試合が始まりました。青のシングレットが日本の小畑邦彦23歳です。赤のシングレットがインドのマーンです。さあ小畑が前に出ようとする立ち上がり、いいですね立ち上がり、はい、こう前に出てますからね、さあいなした、はい、また組み手争い、左を差しました。そしていなしていきます。日本の小畑、青のシングレット、出身は山口県です。高校は茨城県の霞ヶ浦高校、そして大学は山梨学院大学を卒業しました。まあ、高田さんは山梨学院大学の監督でもありまして、はい、まあ、小畑を直接指導していたわけですが、そうですね、どういう選手ですか。まあ、本当は無駄のない選手なんですね。あ、そうなんですか、はい、はい、大学の4年間ですね、フリースタイルでは1回も負けてなかったんですね。あ、そうですか、はいはい、ですから若いうちから期待されてまして、本来であれば19歳の時にシドニーオリンピックの予選にですね、最終予選に、負けてしまって、シドニーは残念ながら、はい、出場を逃してしまったんですけども、さあバックを取るか、これはワンポイントですね。ワンポイントを取りました。まず小畑が幸先よくワンポイントを先取しました。さあここからまた先を狙っているか小畑、エビ固めになったんですけどもね、はいはい、ここから小畑選手の得意の、あ、腕が入りましたね、これチャンスですよ。腕を刺してまずここで1回ローリング、あ、惜しいですね。インドのマーンが懸命にこらえています。今度は足を取りに行きました、ね、ここからアンクルですね、はい、スタンドが命じられます。1分33秒が経過したところ、まず小畑がワンポイント先取しました。まあ、とにかく国内では全日本選手権99年から5連覇というね、小畑ですからね、19歳で全日本チャンピオンになりまして、はい、日本でも非常に期待されてたんですけど、なかなかその海外でですね、はい、組み合わせに恵まれてなかったんですよね。そうなんですか。2年連続世界チャンピオンのブロックに入ってしまって、で昨年の世界選手権は、はい、まあ、10位という形ですけども、第一ステージでですね、オリンピックの出場枠を取ったんです、はい、さあまたワンポイント、バックを取って相手を制しました。ここでローリング返せば、さあローリング、ローリングどうか、ね、ローリングどうか、さあニアフォールの体勢に入っている、おっとこれは2ポイント、相手の体を90度以上傾けさせますと、こうしてまたポイントが入ります。まあ、4対0になりました。小畑選手のローリング得意中の得意なんですよね、もう外国人選手の8割は崩せる自信があるんですというふうに、このローリングに関して小畑は話していました。まあ、4ポイント取りましたから少し安心ですね、あ、はいはい、まず第1ピリオド立ち上がりから4ポイント、大きなリードを取りました。まあ、今回の全日本の富山監督もこの小畑に関しては、走るのはもういつもトップ、はい、怪我をしないし本当に真面目だというふうに話していました。はい、怪我にも強い選手だそうですね。私彼が練習休んだのは見たことないんですよね。そうですか、はいはい、さあ第1ピリオド残り10秒になります。4対0と小畑がリードしています。ここはこのまま時間を稼いだのがいいですね、はい、うまく時間を使って、まもなく第1ピリオドが今終わりました。小畑今最後にちょっとちらっと時計に目をやるような視線をありましたが、はい、そのあたり少し気持ちの何と言うんでしょうか。そうですね、まあ、彼の場合は本当5歳ぐらいからレスリングやってますんで、はいはい、その試合の駆け引きは上手いですからね、23歳で初めてのオリンピック代表です。
このところ3年連続して世界選手権には出場しています。日本の小畑邦彦です。さあ第2ピリオドが始まります。第1試合、大事な立ち上がり、まずポイント、大きなポイント4点を先取しました日本の小畑。まあ、これまでどちらかというと海外での試合は先に点を取られて負けることが多かったと小畑自身話していましたが、はい、ですけど今回の合宿とかいろんなことで、はい、かなりそのことは研究してきてますからね。はい、まあ、とにかくレスリングの試合をずっと見ていますと、やはりそのテクニカルポイント、先に点を取るということがね、はい、勝つための条件で選手ポイントというのが一番大事な要素ですね。はい、その小畑もまず先に点を取りましてポイントを重ねて現在4対0です。そういえば高校時代の恩師、茨城県の霞ヶ浦高校の大沢監督もこの会場に来ていますよね。はい、そうですね。まあ、インターハイ、はい、優勝して、すぐこちらに来たんですけどもね、はい、まあ、教え子 の, 姿を見に来て、来てるんですけども、こういう形でそのオリンピックに来るのは初めてだというふうに大沢監督も話していましたが、はい、霞ヶ浦高校は8月の上旬に行われたインターハイでは17回目の団体優勝という記録を打ち立てています。さあ、その小畑がまた上になった。ここはしっかり切って強引にタックルに来たインドのマーンですが、逆に足を取ってバックを取りました。ワンポイント追加、5対0になりました。ここで諦めましたね、多分インドの選手も。あ、そうですか。はい、5対0大きなリードを取りまして残り1分30秒になります。さあ、今度は股先ですね。股先ですか。はい、はい、もう脇のあたりに腕をねじ込んで、今度は股先か。そうですね、この真っ先効くんですよね、はい、小橋の左足を決めています。さあ、体が返るか。柔らかいですね、インドの選手も体を返そうとする。さあ、体が返った、体が返っている。しかしまだ不十分か。で、指握ってますからね、はい、反則を取られる。懸命にこらえるインドのマーンですが、一切構わず、まあ、指握ってるんですけどね。あ、そうですね、あの指を握るのは帰りました。さあ、帰った。さあ、一気にフォールに持ち込むか。ね、ニアフォールの体勢だ。これで5秒でボーナスポイントが入ります。2ポイントプラス1ポイント。これ1回戻してもう1回返せばテクニック、はい、一気にフォールに持ち込むか。小畑、フォールの体勢だ。さあ、レフリーがじっと見ている。両肩を1秒つければフォールが成立しますが、1回返りました。もう1回返せばテクニックなんですけどね。ただ8対0で、すでに残り30秒切っています。大きなリード、10ポイント差がつきますとテクニカルフォールが成立します。残り20秒になりました。ここでスタンド、残り16秒で時計が止まりまして8対0。そうですね、初戦としてはいい動きですよね。そうですね、はい、この試合勝って次のキューバのフンドラとの勝負に勝ちますと、明日の決勝トーナメント準々決勝に進出することができます。74キロ級の日本の代表、小畑邦彦。さあ、残り試合終了です。8対0、大差の判定で小畑が勝ちまして、勝ち点3を取りました。表情見てるとホッとしてますね。あ、そうですか、はい、やはり彼の夢はオリンピック出ることがずっと夢でやってきましたからね、はい、その夢の舞台でまず1勝を挙げてホッとしてるんじゃないでしょうか、はい。